怪力。怪力、怪力、怪力とは、人並み外れた素晴らしい筋力、腕力を言う言葉。通常は男性のみに使用される語であるが、力の強い女性のことを、しばしば怪力女と称することがある。古今著文集、鎌倉後期成立では、力女、力女という語も用いられている。また、火事場の馬鹿力というような語句も使われる。 生命の危機等に発揮される力は、戦うか逃げるか反応を参照のこと。ギリシア神話のヘラクレスや日本神話のイザナギと、タジカラオの命、旧約聖書のサムソンのように古来から怪力を持つ、ものは、永遠融資された。現代においても、重量上げや、ハンマー投げなど怪力を競う競技はいくつか存在し、またプロレスにおいても、怪力という明快な魅力は、 多くのレスラーのセールスポイントとなっており、ブルーノ・サン・マルチの、ハルク・ホーガン、トヨ・ノボリ・ミチハルなどが有名である。特にアメリカのプロレス界では、怪力レスラーの人気が高いことで有名である。フィクションにおいてもスーパーヒーローたちの多くは、怪力の持ち主である。魔法が登場する作品では、魔法、妖術、人通力などと呼ばれることもあるによって、 常人離れした怪力を実現する説が数多く存在する。日本文学では怪力に関する話は合力炭と称され、合戦、武勇炭、盗賊炭、怪異炭とは分類が異なる。根弱物語集の二十三巻もこの協力炭に分類される。怪力伝説の中には怪力で名の知れた者が力比べをして破れる、語り、つまり、 かませ犬としての立場も見られる。類似の語りとして、怪力者を、組打ちや銃といった術者が倒す語り、異言付けの、もあり、派生話としては、知恵や基地で、怪力者を倒す話もある。分類的には、怪力ゆえに得をした語りや、怪力ゆえの悲劇の語り、外見にそぐわぬ者が怪力者で周囲を驚かせる、語りなどがある。衣類婚姻譚によって、 海力を手にした語りや、海力者によって作られたとする由来伝承などは、説明するための伝説と言える。医学的な見知からは、生まれ持っての海力者、つまり、先天性であり、突然変異の結果、子供の頃から異常に筋肉が発達したものと、肉体を鍛え続けた結果、周囲の人より筋力が強くなったものに分かれる、三宮宇の助らは後者にあたる。 業界である赤頭の飼い話などは、見知らぬ子供が力自慢の大人以上に、怪力だったというものであり、先天性の怪力者がモデルになったとも考えられる。医学の観点から人間が持ち上げられる限界は5 0 0ラムまでとされ、それ以上の重たいものを支えようとすれば、腕の骨の強度が耐えられず、骨が折れてしまうとされる。 ベンチプレスの世界記録も5 0 0ラムほどである。すなわち、いくら筋力を鍛えようとも、骨の方が耐えられないため、現実の怪力者もも、6 0 0ラムを直接に、両腕で支えるのは困難である。人間の場合、自重の3倍の荷物を持てれば、十分怪力と言える。筋肉が出せる出力はその断面積に比例し、1 c 平方メートルにつき、 最大 10kg の重量を持ち上げる力が出る。成人男性の筋肉の断面積平均は約 25cm であり、計算上、片手で約 250kg、両手で約 500kg の重量を持ち上げることが可能だが、これは全力を出せた場合の数値であり、通常はリミッターによって約5分の1の力しか出ない。家事など、危機的状況下では、稀に、 リミッター、筋骨を痛めないための脳の抑制作用を解除し、普段の3倍から5倍の力が出ることがある。これが、日本で俗に言う、カジバの馬鹿力である。ただし、必ずリミッターが解けるわけではなく、また一時的な回力であって、状況に左右される。胴体や足は、大きな筋肉が存在するため、通常時でも一時的であれば、成人男性で約200キログラム、約 200kg、 成人女性で約1 2 0ラムと比較的小重量を支えることができる。筋力トレーニングを積んだものでは男性で約5 0 0ラム女性で約3 0 0ラムの重量を担ぐことが可能であり、パワーリフターのは6 4 0ラムの重量を担いで10フィートの距離を3秒87で歩き、世界記録に認定された。ただし、 膝を曲げた状態からこれほどの重量を持ち上げることは困難であるスクワットの世界記録は5 0 0ラムに達していない人間の場合握力より突く打つ手形な肘打ち遠けるといった瞬間的な筋力を用いた当て身技の方が身体能力面において上回っている2001年日本テレビの番組内において K1 トップファイターのマイク・ベルナルド 当時の体重 112.7kg が、打撃計測機器で、左フックパンチ 278kg、右フックパンチ 363kg の記録を出している。また、番組内にて、プロレスラーの川田俊明、当時の体重 110kg が、キックで 1810kg、1.8トン以上の記録を出しており、それを上回る結果は出ていない。 特撮ヒーローである仮面ライダーウガマイティフォームの設定を例として引用すると、そのパンチ力は約3トン、つまり、計1選手の10倍近いことになるが、前述の通り、現実において、生身の人間が3トンもの月を繰り出した場合、骨折どころの損傷では済まない。そのため、肉体が強化されていたり、改造されているという数々の設定が、創作物、フィクションでは、 自然と生じてきた概要参照のこと。なお、日本テレビの番組内で、日本の成人男性の平均的なパンチ力を集計、統計したところ、7 5 5ラムという結果が出ており、ベルナルドの最高記録の4分の1以下である。このことから、身体能力面、単純にパンチ力のみで比較した場合、プロの格闘家は、一般人の4倍強力であり、 平成仮面ライダーといった架空のヒーローたちはこのプロの格闘家の10倍協力という設定にな。創作物、特にお笑いの場面、ドタバタ劇において、怪力といった表現はよく用いられる演出方法の一つである。漫画、ドクタースランプのノリ、マキアラれが拳で地球割を行ったり、シティハンターのヒロインである、牧村香織が T、トンハンマーで押し置きする。 シーンなどは、シリアスな場面とは対比される。ヒロインが悲鳴を上げながらも大柄の男性を振り回し、地に叩きつけるといった演出もよく見られる。仮面ライダーウォーズ、王鬼に似た演出が見られる。外見とのギャップ、及び、非現実的な演出から笑いを誘うため、これらは主に女性が役割を担うことが多々である。怪力の類義語には次のようなものが挙げられる。怪力乱心。 奇怪なこと、神秘的なこと、のい、論語、穴子は、怪力乱心を語らずより、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。